わあ、ペンタカソス。あ、待って、コソス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 いるコソスいるコソスいる。うーつん、わーお、3000。いやー、TFT ね、プラチナに上がってからというものを、あ、なんかランクの上がり際、上がってすぐって降格保護があるから、いろんな構成を試すチャンスがあると思ってるんですよ。まあ、やったことない構成とかさ、まあ、今まではエッジロード、クラウドダイバー、カントリーエモとかでよくね、プレイしてきたんだけど、ちょっとね、新しい構成とか試したいよねの期間でやってるんだけど、全然勝てん、全然勝てない。いろいろ試してみてるけど、なんていうの、最善策、策がいろいろあった上の一番いい形っていうのが多分分かってないから、全然勝てない。序盤はヘッドライナー取ってるかだけ見ようかなーって。そうなんです。動画になっているということは勝っているんじゃないのということなんですけど、その読みはさすがに合ってるかも。逆にさ、1位取ってない動画見たところで過ぎない？と思って、いそいそと動画を作っております。オラフ最初最強なんだよな。わあ、乱れる思考ちょっとやってみたさある。こういう時にしか試せないんだよな。でも4体もらって満員結構きつくない？うん、パンドラのアイテムが一番無難。はい。オラフ出して、レベル1上げたい。とりあえずクラウドダイバーだけ。で、序盤のオラフ最強を。信じたい。グインソー、グインソー出しちゃうか。もうアイも持たす。とりあえずオラフを最強。まあブルーザー側別に発動してなくてもオラフずっと強いからな。最近ヤスオもちょっとヘッドライナー強いかもなって気してる。あー、カタリナ、回ってスキル。あ、いいね。あ、クラウドダイバーで死んだ。いや、どうしようかな。ペンタ発動するな。ペンタ発、あー。ジロード、クラウドダイバー。カタリナ生きてないしな。あ、ブルーザー発動させるか。ブルーザーとペンタだけ発動させて、とりあえず名実ともにオラフを最強にする。うん、序盤の負け進行とかちょっと勉強しないとなって感じはするんだけど、なんか勝たないと心の余裕がない。負ける場合ってどこでオールインするんだろうな。だいたい3の3とか3の7かな。対人戦の2ラウンド、2ステージ目のドラフト終わったぐらいとかなんだよね、オールインが。多分だけど。ロード、いやー、
クラウドダイバーなし。うん、ベスト別に持たせてもいいんだけどな、誰か。天地。持たすか。ラム剣地はどうせ売るしな。エッジロード。ペンタ。どうだ？ペンタそのまま走ってもいいし、エッジロードに移行してもいい。割と今んとこまだ序盤勝つことしか考えてないな。パンク、パンクがね2位そうなんだよな。パンクに、パンク行くやつって絶対に途中で構成曲げること難しいんだよ。なんか序盤からリロールをしちゃうからもったいないじゃん、パンクリロール分が。ってなるとパンクはもうずっとパンク。どうしよう。グローブ取って、心の鋼がね別に強いしな。懸念打っちゃって、ペンタナー、ナー出しといていいな。ケイルマジでパワー感じないんだよな。ケイルキャリーにすることってあんのかな。8ビットエモ、ディスコパンク、パンク ADA、 ハートスティール、パンク以外まだ全然歪みそう。歪む？まだまだ変わりそう。今んとこ空いてそう。カントリーでもいいし、エッジロードとか別に行ってもいいんだけど。あー、シールドね勝てんだよ、エコーの。エッジロードクラウドダイバー行きたい用の右3体、イブリン、ケイル、ヤスを。これブルーザー枠変えて心にして、レベル上がるあと1。どうしよう。エッジロードはやめにして、ちょっとこれペンタ見る顔するか。ペンタキルそのまんま行ってみる顔だけしとこ。リリアのねスーパーファンね弱小なのめっちゃ強いんよ。ペンタだとこの7体。ペンタ俺実は行ったことないのかな。ヨリックカーサスビエゴがちょっと重いなーこれ。明かり早い。ペンタ、オラフ、全員ペンタを並べてみて、カーサスビエゴ、ヨリック、ヨリックビエゴカーサスな、ちょっと重いな。でペンタ側で誰か引くとしてブルーでしょ、センチネル。ワンチャン混乱回復装置の星4取っとく。これ結構大事な気する俺。ルール使わんないんだけどな、別に意思取れるわけじゃないしな。ブラガスいらなすぎないか。パンク、スーパーファン、ハートスティール、ディスコ。どうだ。
だ。リリアワンチャン使うか。ブラガス絶対使わないんだよな。そう、やったことない構成だとね、ちょっと悩んじゃうんだよね。何が必要でっていうのが。分からずじまい。結局このパンクは別にまだ勝てそうだけど、パンク2いるぞ。取ろうのか、そのジンクス。大変そうだな。ワンチャン混乱回復装置、ワンチャン混乱回復装置、混乱回復装置がワンチャンある。あー、シルバーだよ、シルバーで。キーパー一旦いらない。あー、混乱回復装置見てー、混乱回復装置なあ。どうしよう、パンドラのアイテムあるからな。アイテムでいい気するな。福袋取って、割とこれ何でも別に好きなアイテムになってくれりゃいい。チャック別にいいじゃん。モルデにつける。で、ペンタ側で誰かモルデビエゴカーサスを取るとしたら、オラフ抜いてリリア入れてスーパーファン。え、お、ジンクス星3。えらいね。もう一人がかわいそうだけど。これワンチャン勝ったら、利子取れるか？あ、懸念売るか。レベル7。すぐ上げてもいいな。上げて、明かり出して、わー、トゥルーダメージ分なんか持たせてあげたいんだよな、アイテム、明かりに。もう、これで、ペンタ側で、モルデカーサスピエゴ、どれか引いて、オラフ抜いて、スーパーファン、ペンタ。やってみるか。で、懸念、明かり採用のレベル9構成ね。行く先は割と決まった。パワーだね。まだパワーあるわ、オラフ。強い強い強い。いや、レベル8急ぐかどうかだな。どうしよう、これ。いや、レベル8になると、ああ、カーサス、スーパーファン、トゥルー、パンク、パンク、トゥルー、ジャズ。お、カーサス取れるな。カーサス取れるな。おいしい。レベル8になるとさ、コスト3か4のヘッドライナーが出るわけよ。今、モルデか、カーサスかビエゴのヘッドライナー欲しいから、8に上げちゃってもいい。おーれ。一旦ケイルだな。ブルーバフ、涙だけ持たせちゃってもいいな。カーサス持たして、このリカブ余りだ。え、エッジロード行くにしてもペンタ行くにしてもケイルどうなんだ。エッジロードってさ、射程1、射程1マスのやつがすり抜けられるようになるみたいな。ケイルが恩恵受けないんよ。
どうなんだろうなって、いつもエッジロードやるとき、ヘイル上げないんだけど。エッジロード詳しい人いないかな。いいね。ナーが強いわ。レベル8、レベル8上げれそうなら上げて、いやでもオラフの替え一旦欲しいか。最低ペンタ5出せる状況にしたい。まあ別に、ビエゴ、ヨリックでもいいんだけど。もう勝たんかな。いや勝てそうだな。えマジでずっとパワーだな、オラフ。なんだこいつ、マジでオラフなんだよな、 DFT においても。いいね。ただモルでフロントちょっと硬くなってもらわないと困っちゃうか。ペンタのな、ペンタのな、いや悪くないんだけどな、悪くないんだけど、ここまで進めてコスト2のな、やりはな、他のやつ持ってかれんだよな、スーパーファンで。あーラックスいらないけど利子もらえる。あオラフの控え出る、レベル上げちゃっていいな。でオラフ変えて、でペンタの方だけ継続する。で、レベル8でヘッドライナー待ちができる。で、アイテム明かり。知見とはいい。いいね。グインソーはちょっと変化待ちでいいかな。モルデのアイテムを。いやー、でも、誰が来てもいい。ビエゴ・モルデ・カーサスの誰か。ペンタ側。まあ、ペンタ側じゃなくても最悪。別にいいか。アーサスやってけるのかな。ペンタ側で引きたいんだよね。理想はペンタ側。めっちゃパンク蓄えてるな。小さな。1、2が一体ごと。4体いる。あー、悪くはないのか。いやーでも、アセンションが強いんよな。トゥルーいらねー。わー、もうシュピットいらん。アセンションかなー。エモガーディアン、あ、ナイトエッジ。ナイトエッジなー。明かりに持たしてもいいけど。超人だけつけよう。わー、どうしよう。剣が魔法防御？まあ、できればハンジャスとかの方が嬉しくはあるな。明かりに持たすの。ライフスティールしてほしい。ちょっとここから一旦ヘッドライナー待ちだな。負けてもしょうがないかも。でも今回ダミーがいるから、もしかしたらカーサスがウルト打てる回数が上がるかもしれん。テンション分で。あ、エズが死んでない。待って、全員ミリ。まあまあまあ、しゃあないしゃあない。モルデ、モルデカーサス、モルデカーサスビエゴ、モルデカーサスビエゴ。ペンタがね、ペンタいなそうなんだよな。いなそうだよね。いや、エッジロードがちょっとかぶってる。
モルでワーモグちょっとな。AP レシオなんよね。スキルのシールド量と。シールド量と、なんだ。ダメージか。シャッタードクイーンとか、ジャックショーとかめっちゃ相性いいよね。あと、ブルーザーでもないし、体力が単純に上がってもちょっと微妙かなーって感じ。いいねー。あ、ダメージ出るな。アセンション分だな。これ、利子50取れそう。どうだ？モルデ。ティアナイラオイはとりあえず取れないとして、アイテム別に、パンドラで何でもいいんだよな。価値高いやつ取るか、モルデ、なあ。うわぁ、これならモルデでいいな。モルデ星2までは一旦欲しい。最低限のフロント。ラックスね。微妙。IE。アンファイア。どうだろう。これ、シャックがさ、AP と、魔法、物理防御なんだよ。魔力と物理防御だから、魔法防御系、ドラゴンクローとか、ジャックショーとかが一番今欲しいかも。モルデに持たせんの。プラスリデンプションとかあれば、フロント性能高くなる気はするんだけどね。魔法防御系1個はあげたい。あー、リベンガ3。いてえ。でもこれ見たらエッジロード行かなくてよかったの。で、ビエゴが2体ね。モルデが3ね。まあ、エッジロード行くときはセンチネル採用するからな。モルデかガレンか。ルル。いやー、イーブンシュラウド？剣？いや、イーブンシュラウドもね、魔法防御という点では悪くないんだけど、祭壇か。いや、でも別に刺さりはするのか？ディエゴ、ヨリック。最悪ではないけど、最高ではないな。あ、スレッシュ。もう悪くないダメージは出てるよ、カーサス。人数削って。まあ。まあまあまあ。油断点。この辺からちょっと焦るか。いやー、カントリーサミーラ。ゆかり。あかりさあ、わあ、クイックシルバー、ありです。悪くないわ。なんかあかりさ、移動させた時さ、残んない KDA とトゥルダメージ入れ替わった時みたいな。めっちゃ気になるんだよな、あかりの残像が残る。やっぱ忍者なのか。アイオニアのね。うわー、ペンタカサス。いいね。ペンタ側で引けた。精進持たす。ジュエガン持たす。おー、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。あれ、あと1体 ?2 体か。ビエゴとヨリックがいね。ビエゴ、ヨリックがいない。オラフ抜いてリリア。いい、ペンタガーで引けたら全然いいじゃん。
ビエゴとヨリックね。ビエゴとヨリックね。わお、ダメージ。いいよ、セラフとアセンション悪くない。だからこうなると、バーサスがスキル回せるように、フロントが耐えててほしいんだよな。別にモルでもう1は欲しいよね。モルでもう1欲しくて、レベル9すぐ行ってもいい。で、カーサスの分1個アイテム浮くでしょ？これリデンプションにならんかな。とりあえずレベル9を見て、オラフがいらなくなる。あ、涙いね。リデンプションエクスチェンジ最高。うん、ハートスティール、ディスコ、エッジロード。ここでビエゴが何体か。あー、ビエゴちょっと引きづらいくらいか。なんだこいつら。ディスコ6のとこか。センチネル、とりあえずビエゴとヨリック欲しいな。センチネル、スペルウィーバー、ブルーザーでイラオイか。ディスコ行くときそうやってやるんだな。真似しよう今度。うん、カーサス、レベル9になるプラスヨリックビエゴが必須。オラフもな、どっちかだけってなった時オラフちょっと取っときたい気持ちもあるんだよな。てか瀬戸いらねえな。瀬戸もういらんな。もっしゃ、いやでもヨリックが、ヨリック来たらもっしゃガーディアンどっちも発動するんだけど。あとモルデももう1は絶対欲しいしな。ここか、エッジロード。ビエゴが3体ね。てか、なんか、明かり KDA になってね？あ、人数、ん？人数が多い方。判定が KDA になってる。何その無駄使用。いやー、これ。うわー。相手。アイテム無視でモルデでもいいな。アイテム無視でモルデ星に。いけいけいけ。まあ悪くない。アイテムは、なんか変わってくれ。いいのに。いいのに買ってくれりゃいいよ。で、星5。ここで引きに行きたいな。違うな。懸念が、そうかそうか。懸念後だしね。なあ。ヨリック。明かり、まあいいよ。ビエゴ、ビエゴいいね、ビエゴいいね。ってなると、もう瀬戸がいらない。とりあえずペンタ7。ヨリック、ヨリック。ヨリックがいないのか。アイテムもな。いや、カーサスをキャリーさせるなら、アイオニックスパークも別に悪かはないんだけど。いいね、いいダメージだ。ヨリック。とりあえず必須でヨリックが欲しい。ヨリック必須だよ、ヨリック必須だよ。あー、巨人の近い。ガードブレイカー。明かりに持たすか。刺さりそう、今回。巨人の近いヨリック用になー、ちょっと取っときたいけど。モルで、
あかり、まあ、カーサス、おー、カーサスすごい。あー、カーサスすごい。あー、ヨリックは？巨人の近いヨリックよ。あー、どうしよう。待って、カーサスが、未来ある若者になった。どうしよう。ダメージ？でもカーサスが殴る、ウルト打つ時間を稼いで、フロントが。アセンション？なんとかならん、明かり。まあそんなもんよな。クリティカル出ないとな。いや、このバーチュ強えんだよな、マジで。どうしよう。リシ、アカリとモルでもう無理だな。10円でしょ？で、9円分もらえるんだよ、エルダーラウンドで。9ゴールド分もらえるから。いや、どうしよう。モルで無理だよな、もう。多分モルでもうきついんだよな。リシ取ろうか。ヨリック先に見えたい。ヨリック見たい。ヨリック見たい。ヨリック？ヨリック？ヨリック？いや、カサ、あ、カサすごいけど。ヨリック？ヨリック？おー、ヨリック？そう、オラフいらない。巨人の誓い、ありだし。知見、知見か。知見だな。一応リデンプション入る範囲。わあ、待って、ヨリック、わあ、これショップ。わあ、ヨリックもワン。どうしよう。でも、回してカーサス見るのも。いや、でも、ヨリック星2になってくれたらな、強いんだけど。あ、もう十分強い。明かりが待ってるわ。いや、ロックしよう。で、ヨリックもう一体持っといて、でヨリック星になるだけでも十分。見えないか。いや、ワンチャンカーサスがもう一見えないかなって思ってるんだけど。ヨリック、リリアはマジでスーパーファンセンチ要因。盤面はとりあえず完成したんだよな、これでな。ヨリック1でしょ？こいつはなんだ？ディスコのやつか。サポートアイテムありすぎじゃない？何こいつ？あ、ハートスティール？かな。そう考えたらハートスティール強いな。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。明かりがライフスティールで耐えてる。いいよ、ヨリックも耐えてる、ヨリックも耐えてる。いいよ、いいよ、いいよ。カーサスがウルト打って、カーサスがウルト打てれば、打つ必要もなく。あー、ライフスティールすごくない？ヨリック。ビエゴ。違う。カーサスかヨリックなの。あと1、持ってないもんな、こいつ。でも今回ダミーいるから、ちょっとフロント稼いでくれる分あるのはちょっと嬉しいかも。まあでもモルデでガーディアンを囲んであげて、くらいだな。こいつらちょっと硬いんだよな。カーサスのダメージ。おお、クリティカルいいよ。クリティカルいいよ。硬いわ。いて。勝てしいて。あー、待って、カサス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 いる、カサスいる、カサスいる。おお。カーサス、星さん？しかもヨリック。あ、いよ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 。ガードブレイカーも最高。おー、
ー、これ。10%。すごいぞ。てか、このパッチ、あれだ、あれだな。初めてコスト4の。あ、嘘。コスト4の星さん、初めて作ったって言おうと思ったら、明かり作ったことあったわ。さあ、カーサスのダメージに期待。フロント張ってね、君たち。頼んだよ。わーお。3000。3000単位が5体だからね。うわーお。てか、かったくない？ブリッツ。2万ダメージ出てるわ。モルデ、まあ別にモルデももう無理だな。ブリッツが完成しないことだけ祈るか。ブリッツが完成しないで。ブリッツやめて。ブリッツやめて。引くな、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 引くな。ブリッツ引くな、引くな、引くな。いいよ。引いてない、引いてない。もうジグストがソナ売るしかないんじゃない？てか、ソナのアイテム込みすぎる。最高だ。これ勝てるぞ。これ勝てるぞ。ブリッツ入ってないよね。入ってないわー。はい、勝ちー。100% ウィン。そんなのアイテムゴミすぎない？いいね。3000ダメージ。一発で1万5000ダメージ計算だぞ。わーお、ビッグダマゲー。ヨーリックも硬。わ、マジでペンタキルだな。俺はペンタキルカーサスだわ。あまりにもペンタキル。名実ともにペンタキル。